桜林を奏でるゲザレン桜林は、千葉県、香取市の桜の大祭などで演奏される祭り林。神田林、京都祇園林と並ぶ日本三大林の一つ。桜林は、桜の大祭の出しにゲザレンと呼ばれる林でが、乗車して演奏されるお林。もともと、桜周辺の神楽の林方が出しに乗り込み、神楽林を演奏していたものに、 江戸の様々な文化を取り入れようとした、沢良の町衆たちが、文化分政期に活躍した、義太夫奏者、豊武式太夫を客人として迎え入れ、構想中に3年をかけて作り上げられたのが、京の沢良林である。約400年前の天正年間に、田楽、猿楽、三越林が元になり、京方年間に、江戸文化の影響を受けて発達したと言われている。また、 大杉林が源流との説もある。下新町の農家塚に豊竹式大勇の墓があり、江戸の一流芸人の墓が沢原にあることは、このことを物語る何よりの証拠である。沢良地方では、林のことを下座とも言う。ゆったりとした情緒的な曲や軽快な曲など、数十の曲目があり、薬物、弾物、刃物の三つに分類される。薬物は、出しの出発時や、 到着時等に演奏される儀式音楽的なもの。段物は目抜き通り等で演奏される非常にゆったりとした旋律を持つ長編音楽的なものであり、刃物は一般的な出しの運行時に演奏される民謡、利用、流行歌を取り入れた助上音楽的なものである。役物と段物には火災林や農楽林、歌舞伎下座音楽の影響を強く受けており、 その関連性が指摘されている。これらの曲が、出汁の周囲の雰囲気に応じて演奏され、祭りを盛り上げる重要な役割を担う。それと、同じくして神聖な祭りを清める、悪魔払いの意味を持つ。サワラの大祭では、出汁の運行を取り仕切る町内の依頼によって、ゲザレンが出汁に乗り林を演奏する。もともとゲザレンは、サワラ周辺の農村部の集落を、 主な単位として構成されてきたが、戦後後継者不足などから、沢ラの市街地内の有志により、新たなゲザレンが作られ、出しに乗るようになってきた。沢ラ林系のゲザレンは、香取市をはじめとして、板越市や鹿島市、成田市など、千葉県北東部から茨城県南東部にかけての地域に分布している。沢ラの拡張内で演奏しているゲザレンの名称は、沢ラの大祭を参照。 ラの大祭を担う桜林についても、ラの出し行事として2004年2月16日に、重要無形民族文化財に指定された。さらに2017年にはユネスコより、世界無形文化遺産に登録され、海外観光客の増加も期待されている。桜林で使用する楽器とその人数は、以下の通り。また、演奏中の掛け声が曲を揃えるために、重要な役割を担う。 ありがとうございます。